絶対に公開はさせません。でもさまざまなギターソロを取り上げてきて、他のブロックに比べるとこのブロック使用頻度圧倒的に高いですね。サブドミナントの属性を持つ4の音を強調して使っています。皆様こんにちは、ギター講師の豊川優也です。今日はですね、メジャースケールをやっていこうと思います。ところでメジャースケールって弾いたことありますか？ペンタトニックは知ってるけどメジャースケールは弾いたことないなという方も多いのではないでしょうか。僕も最初のうちはペンタトニックがあればメジャースケール必要なくね、みたいな言い訳を続けて避けてきた結果、専門学校に入学してから割と泣きました。いやでも一言言わせてほしいんですが、スケールブロックが多すぎてマジでどこから覚えればええんかわからん。例えばペンタトニックだと不動のメインブロックがありますよね。とりあえずまずこれを覚えれば大丈夫。世界で最も使われてますしね。でもメジャースケールってそれがないんですよね。とりあえず試しにどこか一つ簡単なブロックを覚えたとしても、それが変なブロックだと使い方マジで困ります。というのもあり、とかく敬遠されがちなメジャースケール、実はこれもペンタトニックメインブロックと同じく必ず真っ先に覚えた方がいいブロックがあり、それを覚えると超絶使えます。特にギターソロを弾くときにペンタトニック一辺倒からなかなか抜け出せないんだよな、という方、ぜひ今回の動画最後まで見ていただき、実は超使えるメジャースケールをマスターしていきましょう。今回は前半がスケールブロックの紹介、後半は実践的な使い方をフレーズで解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までご視聴くださいませ。このチャンネルでは皆様のギターライフがより楽しくなる動画や、上達の役に立つテクニック、名曲のギターソロを解説していく動画などを毎週土曜日に投稿しております。まだチャンネル登録してないよっていう方も、この機会にぜひチャンネル登録していただき、僕と一緒に日々楽しいギターライフを過ごしていきましょう。それでは今回も張り切ってレッツゴー。はい、それでは今回のメジャースケールをやる前に、まずペンタトニックのメインブロックを弾いておきましょう。このペンタトニックも知ってるよという方はこちらの秒数まで飛ばしちゃってください。1オクターブにつき5つの音で構成されているのがペンタトニックスケールですね。そして6弦の8フレットからスタートをする C メジャーペンタトニックのメインブロック、この世で最も使われているペンタトニックの形です。一度弾いてみます。ちなみにこのペンタトニックを5フレット人差し指からスタートをすると、Aマイナーペンタトニックになります。世界のあらゆるギターソロで使われているペンタトニックスケールですね。まだいまいちこのスケールについて知らないという方は、こちらの動画で詳しく解説をしておりますので、ぜひぜひご視聴くださいませ。間違いなく世界が変わると思います。概要欄にリンクの方を貼っておきます。それではこれを踏まえてメジャースケールやっていきましょう。僕がこの世で一番おすすめするスケールブロックはズバリこちらです。8フレット小指からスタートをしてこう弾いていきます。僕は圧倒的にこのブロックをおすすめします。なぜならですね、先ほど弾いたこちらのペンタトニックメインブロック、これと全く同じポジション上にあるブロックだからです。つまり今まで弾いてたペンタトニックのギターソロにそのまますぐ混ぜて使える、まさに即戦力になるスケールブロックですね。メジャースケールのブロックは他にもこことか、こことか、覚えた方がいいって言われるんですが、僕個人的な意見としましては、この2つよりも圧倒的にこちらのブロックの方が優先度高いと思います。実際にこのチャンネルでも様々なギターソロ取り上げてきて、他のブロックに比べるとこのブロック使用頻度圧倒的に高いですね。皆様ここは騙されたと思って、まずはこのブロックから覚えましょう。絶対に公開はさせません。それではですね、詳しい指使いをやっていきましょう。まず6弦から4弦まで、ここは5フレットから順番に5フレット人差し指、6フレット中指、7フレット薬指、8フレット小指で担当していきます。8フレット小指からスタートして、で5弦で4弦で4弦まで弾いたら次3弦ですね。ここだけ左手を一つ左にずらして、人差し指4フレット、中指5フレット、小指7フレットという風に弾きましょう。で次2弦に移動したら、また左手を元の位置に戻して、人差し指5フレット、であと順番通りに
弾いていきます。という感じでですね、3弦に行ったら3弦だけ左手のポジションを1つ移動させて2弦で戻す。これがポイントですね。もう一度ゆっくり弾いていきます。で、移動。で、戻す。戻りいきます。戻りも基本的に同じ指使いですね。8フレット小指からスタートして順番に弾いていきます。で、3弦に行ったらここで左手を1フレット左に移動して小指7フレットから小指中指5フレット人差し指4フレット。そしたらですね、4弦に移るんですが、ここ間違えやすいので要注意です。左手を元のポジションに戻るので、まず7フレットを薬指、5フレット人差し指で、そのまま元のポジションでこう弾いていきます。で、最後はですね、元の C の音まで戻ったら6弦5フレットまで行って折り返していきましょう。ここの3弦から4弦の移動の部分油断するとですね、そのまま小指で7フレットに行ってしまって、このまま行くとすごい動きが複雑になってしまいますね。必ず4弦7フレット薬指、もしくはですね、小指で行ってしまったとしても次の5フレットで人差し指にこう合わせていきましょう。この部分本当に間違いやすいので、2弦からスタートして3弦4弦、この動きですね、この部分だけを切り取って何度も繰り返して指の使い方覚えていきましょう。では戻りをもう一度弾いてみます。これがメジャースケールの音の使い方ですね。ちなみにペンタトニックは8フレットからスタートをすると C メジャーペンタトニック、5フレットからスタートをすると A マイナーペンタトニックという話をしたんですが、このメジャースケールもですね、8フレットからスタートをすると C メジャースケール、5フレットからスタートをすると A ナチュラルマイナースケールになります。なのでこの2つは同じ音使いなんですよね。これはどこに移動しても一緒です。例えば15フレットスタートの G メジャースケール、このスケールを12フレット人差し指からスタートをすると E マイナースケールになります。小指10フレットスタートの D メジャースケール、このスケールを7フレット人差し指からスタートをすると B マイナースケールになります。ちなみにですね、こういう C メジャーや A マイナーなど全く同じ音使いのスケールを使う2つのキーですね、これを平行調と言います。覚えておくと大変便利ですね。そしたらですね、次は実際にこのスケールブロックをギターソロでの使い方をやっていきます。基本的にですね、このペンタトニック中心で弾きながら、たまにオプション的に音を追加することが多いです。はい、こちらがペンタトニックの5音ですね。これにですね、メジャースケールの音をたまに追加して弾くイメージ、5つの音プラス2音ですね。一つはですね、こちら4の音ですね。5弦の8フレットと2弦の6フレットにあります。この音ですね。もう一つはメジャー7の音、6弦7フレット、3弦の4フレット、1弦の7フレットにあります。この音ですね。ちなみにマイナースケールとして使う場合は4の音はフラット6、このメジャーセブンスの音はナインスという呼び方になります。このあたりのですね、なぜ呼び方が変わるのかという話は大変ややこしい話になるので、今回は省いていきます。まずこの2つの音で使いやすいのはこちらメジャーセブンの音ですね。ほぼペンタトニックと同じような感覚で使えて、これを入れることでペンタトニックが非常にメロディアスになります。ちなみにこのメジャーセブンスを入れたスケールをヘキサトニックスケールと言ったりします。めちゃくちゃ使いやすい万能スケールですね。なのでメジャースケールの練習と合わせて4の音を抜いたヘキサトニックスケールもよく練習しておくことをおすすめします。
次にフォーの音いきましょう。はい、こちらのフォーの音ですね。これが使い方少し注意が必要です。場合によってですね、この音を伸ばすとミストーンに聞こえてしまう場面があるからです。例えばですね、こういう風に C メジャー7が鳴ってる場面で、はい、この音を入れてしまうと非常に浮いた感じのサウンドになりますよね。これはですね、このフォーの音がサブドミナントというサウンド属性を決定づける音だからです。なのでフレーズにコード進行感を出したいときにこのフォーの音を強調して使うことが多いですね。これは少し高度な使い方です。例えば C から F に行くというコード進行の場合、弾くとメロディー自体にコード進行を感じますよね。このあたりはですね、後ほど練習フレーズで解説をしていきます。なのでですね、こういう使い方以外では基本的にこの音は経過音として使うことが多いです。一番よく使う使い方がこの音の隣5フレットにあるメジャーサードの音ですね。これと組み合わせて使うことで C のサスフォーから C メジャーに行く動き、こういうコードのサウンドを再現する、この使い方非常に多いです。でさらにですね、メジャーサードに行くチョーキングですね、これと組み合わせて使うことが非常に多いです。うまく使えるとすごくかっこいいサウンドになりますね。というふうにメジャースケールの音はですね、ペンタトニックと組み合わせてうまく抜き差しができるように、例えばペンタトニックで上昇してメジャースケールで降りてきたり、その逆だったり、こういう風なスケール同士を混ぜた練習もぜひやってみてください。はい、という感じでここまでが前半パートですね。メジャースケールのブロックについての解説でした。若干ややこしい話もしましたが、まずは形を覚えて積極的にソロに使ってみましょう。特に 3-2-1 弦だけの、ここのブロックは非常に使いやすいです。というわけでですね、後半は実際のメジャースケールの使用例をギターソロを使って解説していきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは今回も気合を入れていきましょう。それではソロ一つ目いってみます。ソロ1はよくこのチャンネルで登場するカノン進行のバッキングトラックに合わせたギターソロです。特にですね、コード進行に合わせるとかではなく、メジャースケールの先ほど解説した2音の最も分かりやすい使い方といった感じですね。基本的には曲の中でこういう風な感じで使っていきます。まず前半の4小節間ですね、ここはペンタトニックにメジャーセブンスの音、これを追加したヘキサトニックスケールですね。これを使って弾いていきます。まずペンタトニックを使ってチョーキングを入れた上昇フレーズを弾いていき、1弦はハーフチョーキング、メジャーセブンスを使う動きに入っていますね。ここのメジャーセブンスの音を8フレット、このルートの音まで押し上げるハーフチョーキング、これめちゃくちゃ定番ですね。これを使っています。次はこう、最初の指の動きがやや複雑ですね。薬指からスタートしてこうで、プリングで3弦に降りたら、今度はですね、4フレットのここのメジャー7を使った動きですね。こういう風に使うと非常にメロディアスなサウンドになりますよね。特にここ。これここはですね、E、G、B という E マイナーのトライアドが出来上がるんですが、これがまた大変使えるコード分解なんですよ。ではここまでもう一度弾いてみます。
きます。先ほどのスライドの音ですね、これを一小節間伸ばしたら、ここからはですね、4の音を使って弾いていきます。まずチョーキングからのクロマチックで使うパターンですね。ここのですね、5フレットメジャーサードの音から4の音、シャープイレブンス、フィフス、ここまでの4音のクロマチック、これすごく使えるんですよね。今回はこの5フレットの代わりにチョーキングからスタートして、まあこう弾いたんですが、8フレットから下がってきて、こういう風に弾いたりとか、8フレットのチョーキングから弾いて、こういう風なバリエーションもあります。非常に使えるクロマチックポジションですね。最後はこういうフレーズ、渋いサウンドですよね。これ先ほども少しお話をした4の使い方なんですが、メジャーサードの音と組み合わせて使うことで C、C サス4、こういうサウンドを作っています。で、帰りはブルーノート、帰りもチョーキングでこう下がること普段多いですが、今回はブルーノートを使っています。こうすると渋さが出ますね。で、最後にも渋さポイントがあります。このスライド、これですね、3弦5フレットと4弦10フレットの異弦同音フレーズなんですが、このスライドの出発点をあえて4弦8フレットからにしています。これ C マイナーペンタトニックの音なんですよ。一瞬マイナーペンタの音を入れることでフレーズのサウンドがめちゃくちゃブルージーで渋くなります。これもぜひ合わせて覚えてみてください。という感じでソロ1はですね、縦のコード進行には特に合わせずによく使うメジャースケールの使い方をやってみました。コード進行のことは特に考えなくていいので一番使いやすい使い方ですね。それではもう一度このソロ弾いてみます。ソロに行きます。今度はですね、縦のコード進行にやや合わせた弾き方を弾いてみますので、そこに注目してみてください。行きます。こんな感じのソロ2ですね。すごくメロディアスなイメージになりましたよね。基本編でこの4の音の使い方注意が必要という話をしたんですが、このソロはこの4の音をうまく使ってコード進行感を出しています。定番8ビートのロックパターン、キーは A マイナーなのか C なのか、どっちで解釈してもいいような進行ですね。今回は C メジャースケールとして解説をしていきますが、実際にソロを弾くときは A マイナーペンタトニックをイメージした方がうまくハマる気がしますね。具体的にはですね、ここ4弦7フレットのA の音、これを起点として動くと A マイナーペンタトニックっぽくなります。さらにここからはこのペンタトニックメインブロックに加えて、このペンタトニックを中心に大きく斜め横断していくタイプのペンタトニックですね。これも使っていきます。これですね。このペンタトニックの使い方も概要欄にリンクの方を貼っておきます。それでは前半部分弾いてみます。これバックのコード聞かなくてもなんとなく、ここまで F が鳴ってて、ここから A マイナーが鳴ってるような気しませんか？これが4の音、サブドミナントのサウンド効果です。まずコード進行がですね、 F、G7、A マイナー、Cという進行で、このうち F はサブドミナント、 G7 はドミナント、 Am と C は
これトニックと言います。細かい話は今回は割愛しますが、サブドミナントドミナントは不安系、トニックは安定系、不安系は先に進みたくなるサウンド効果、安定系は一段落したような落ち着いたサウンド効果が得られます。楽曲のコード進行はこういう不安から安定へ解決を繰り返して起承転結をつけています。3コードをご存知の方は弾いてみていただきたいんですが、今回のような C のキーだとC がトニック、 F がサブドミナント、 G7 がドミナント。他にも G だとですね、 G、C、D7、G が3コードなんですが、 G がトニック、 C がサブドミナント、 D7 がドミナント、 E だと E、A、B7、E、 E がトニック、 A がサブドミナント、B7 がドミナント。こんな感じですね。で、今回弾いたソロはですね、この F、G、不安系の場面で、サブドミナントの属性を持つ4の音を強調して使っています。例えば最初の部分。4の音である F からスタートをして、また1オクターブ上の4の音へ。で、そこから上がっていき、Aマイナーに行ったらペンタトニックに入る。ペンタトニックはですね、安定したトニックのサウンドが非常に強いので、ここで不安からの解決という進行がメロディーで作れています。ポイントはですね、1オクターブ上の4の音へ上がった時にしっかりとビブラートをかけて強調しているところですね。例えばトニックのコードの時に同じように4の音を強調してしまうと、あれ？この人間違えたのかな？ってサウンドになっちゃいます。注意が必要ですね。これをサブドミナントやドミナントの場面で使うことで、よりコードの持つ特性を前面に出していますね。ここまでもう一度弾いてみます。次いきます。先ほどのフレーズ終わり、クォーターチョーキングからですね。ここはですね、出だし C の最後のダブルストップと関連付けた、ここのダブルストップ中指で4の音へハンマリングしています。サブドミナントダブルストップですね。これもトニックの時には使いづらい動きですが、不安系のコードの時に使うとめちゃくちゃハマりますね。で、そのままスケールを降りていき、この次この動きからペンタトニックに移ります。で、上がっていき、最後はですね、ブルーノートの音を一部入れた加工フレーズですね。で、終わり。前半も後半も非常にコード進行感が強いですよね。バッキングを弾かなくてもなんとなく、ここまでは F のコード感があって、ここから A マイナーのコード感が出てますよね。こういう風にですね、メジャースケールの4の音、僕はサブドミナントトーンと呼んでるんですが、この音を使いこなせばメロディーだけでコード進行を感じさせることができます。これ実はジャズギターのアドリブへの入り口だったりしますね。例えばトニックの時はこう、サブドミナントの時はこう、スケールって非常に奥が深いですよね。それではこのギターソロもう一度弾いてみます。同じコード進行でもう一パターンほどソロを取りました。少し難易度高めの中級者向けのソロですね。今までの2つが簡単に弾けたという方はぜひ挑戦してみてください。いきます。
はこんな感じの16分音符多めのソロですね。また少し特殊なスケールの使い方をしています。はい、解説をしていきます。まず最初の16分音符のフレーズ、下がって帰ってくる感じの動きなんですが、少し不思議なサウンドしませんか？これ普通にスケールを使うとこうなんですが、実はですね、ここメジャーセブンスの音を省いてるんですよ。ヘキサトニックスケールが非常にトニックの属性が強いのに対して、この音使いにするとサブドミナントのサウンド効果が非常に強く出ます。ちなみにジャズ系ではこの2つの使い分けをめちゃくちゃよく使います。で、次の Am からはペンタトニックに移って、16分音符の加工フレーズですね。ここはですね、オクターブ違いのこのブルノートの音、もう一つはここですね。これを両方使って加工フレーズを弾いています。ここまでもう一度弾いてみます。次いきます。ここはですね、スケールの2番目の音。ここはナインスである D の音ですね。ここからスタートをしてスケールを駆け上がっていくんですが、この D の音から C メジャースケールをスタートすると D ドリアンというスケールになります。これは D マイナーのサウンドが強いスケール。 D マイナーというのはですね、 C のキーの中では F と同じサブドミナントのコードなんですよ。これと一緒の属性のコードです。なのでコード進行感非常によく出ますよね。で、最後3連にしてるのも美味しいポイントですね。これも発想の参考にしてもらえればと思います。で、最後はまたペンタトニックに移って終わり。ソロ2の応用のようなソロ3のパターンですね。サブドミナントのフレーズの作り方などぜひ参考にしてみてください。このあたりを使いこなせればですね、コードに合わせてアドリブを弾く上級者のアドリブに一歩近づけます。それではですね、ソロ3もう一度弾いてみます。感じで今回はメジャースケールについてやっていきました。なんとなくめんどくさくてメジャースケールに踏み出せなかった方も、この動画がきっかけで今後のプレイに取り入れていただければ嬉しいです。特に動画の途中でお話ししたヘキサトニックスケールはめちゃくちゃ万能に使える便利スケールですので、また一つ動画を作っていきたいと思います。今後も皆様のギターの世界を広げるような配信を続けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画を楽しみにお待ちくださいませ。今回の動画が役に立った、楽しかったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。また Twitter 等の SNS はですね、概要欄にリンクを貼っておりますので、興味がありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。